私は一足早く旧春到来しちゃいましたね。春が来た。嬉しいね。ちょっと早かったですね。日本のプロ野球は来週の金曜日にもう開幕を迎えますけれども、メジャーリーグがね、まさに今日大谷翔平選手のドジャースが韓国で開幕戦があったということで、しかも相手のねパドレス先発がダルビッシュ投手っていうことでさ、ちょうど1年前です、 WBC で優勝した侍ジャパンね、あの熱いシーンありましたけど、あそこが1年前で、そこからそのメンバーからダルビッシュ選手がいて大谷選手がいてっていう胸熱な対決で、しかもよ、パドレスには東北楽天ゴールデンイーグルスから移籍した松井裕樹投手もねいらっしゃったっていうことで、早速なんですがせっかくなんでちょっと日本放送の中継の松井裕樹投手のハイライト聞いてみますか。どうぞ。デビュー戦を飾っている背番号1番パドレスの松井裕樹、2ボール1ストライクから第4球を投げた、打ちました、打ち上げた、大きな歓声が上がるが左中間のあたりレフトが追いついた、レフトプロファーが取ってスリーアウトです。今大きく息を吐きながら右手を上げて松井裕樹がスリーアウトを取ってダッグアウトに戻ります。すげー、本当にすごかったね。嬉しかったよ本当に。っていうのも、まあ、今日出るか出ないかっていう、まず松井裕樹投手ね話じゃないですか。で、私今日ちょうど試合が始まったぐらいの時にちょうど予定があって、まあ、試合見れはしなかったんだけど、ラジオで聞こうと思ってたの、日本放送で。そして移動する時にタクシーに乗ったんですよ。そしたらタクシーのね運転手さんがなんかあれと思って、こう耳を澄ますとかすかにさ野球中継聞こえてくんの、あれと思って、そしたら乗った瞬間に、すいません今大谷やっててちょっと聞いたままでもいいですかって丁寧に言ってくださって、いやもちろんですもちろんですって、野球お好きなんですかとか、いやちょっと好きで、え聞きましょう聞きましょうって言って、一緒に聞きながら移動してたんだけど、今え大谷打ちましたとか言って大谷選手打ちましたとか言っても、いやまだねさっきねショートゴロだったんですよとか言って、でそっか、まだどっちも点入ってないですもんねつって、そうなんです、いやー松井裕樹投手今日投げますかねって聞いたら、いや勝ってたらね出ますよすごい教えてくれて、めちゃくちゃ詳しかったのその運転手さんがね。で一緒に中継聞きながら移動したりしてたんだけど、で途中まで聞けてたんですけど、嬉しかったね。まさかさ移籍して開幕戦で初めてね試合出てっていうのも嬉しかったし、そこでね1回を抑えた無失点ですよ、三振も取って、かっこよかったね、あの綺麗に三振取って、嬉しかったですね。こうやって今シーズンプロ野球と並行してメジャーの方でもね活躍が見れるの楽しみにしたいなと思いながら、ドジャース明日の先発が山本由伸投手ですから、まだ楽しめちゃうね。楽しいね、メジャー初登板、こちらも楽しみ。本当に楽しみが多いのよ、春が来たねっていうのは。メジャーだけじゃなくさ、春の選抜高校野球も開幕しました。ちょっとまだ終えてないんだけど、オープン戦に必死でまだまだこのね高校野球も追っていきたいなと思っているし、そんな中この前の土曜日には日本放送のサンドウィッチマンザラジオショーサタデー、去年に続いてねお邪魔しまして、この時期にありがとうございました。伊達さんと富澤さんとイーグルスの開幕スタメン予想をいつもの通りさせてもらったんですけど、私ね今年攻めたのよ、なんか守りに入んのもなと思って、まあ対決だから今年ちょっと攻めてみようと思ったら、もう伊達さんと富澤さんと全然違うというか、ちょっと似てるんですよねお二人でも、私全然違うのね。センターに田中和樹選手を置いて辰巳選手を入れてないんですよ。それはないだろうってお二人に言われましたし、あと、レフトに小深田選手を置いたのね。これなんでかっていうと、私はどうしても茂木選手をセカンドで出したかったの。なんかさ、この開幕スタメンのやつをやるよってなった直前、結構本当に出番直前まで考えてたんですけど、このね、乃木坂のオールナイトニッポンでお世話になってる作家の石川さんと一緒にギリギリまでこうねちょっと考えながら、もう半ば喧嘩、本当に半分喧嘩だった。私は茂木をどうしてもセカンドで出したいんです、茂木ファーストだって、いやセカンドで出したいんですって言ってギリギリまで言い合いして、でもう石川さんは、いや絶対ファースト
らってって言うんだけど、いや、セカンドで行きますって私譲んないの。で、すごいいろんな情報をさ、いやでもこうだよとか言ってくれてんのに、いや、セカンドですって言って。でもオープン戦ずっとファーストで出てんの。わかってんですよ、私だって。ファーストで多分出るんだろうなっていうのは。なんだけど、やっぱ、見たいのセカンドで。茂木選手が見たくて。まあでもね、試合出てくれるだけで嬉しいから、ちょっとね、どうなるのかわかんないですけど、このさ、で、ラジオで開幕スタメン予想したら、その日の夜かな、に、うちの家族グループが動いて、母と姉から開幕スタメン予想送られてきて、私の楽しみ倍になった。誰が当たるかな、誰が一番近いかなっていうのは、私は母と姉の予想も持ってるので、ちょっとね、誰が一番近いかっていうのを報告しようかなと思ってるけど、みんなバラバラでしたね。もう、うちの家族も、伊達さんとも富澤さんとも違ったから、でもやっぱ私がやっぱ一番攻めすぎているから、ちょっと約束したんですよね、対決の時に。私が勝ったらご褒美で、東北魂の刺繍が入ったグローブをいただけるってことになって、負けた場合はサンドさんにオリジナルのネクタイをプレゼントするっていうことが決まってるので、ちょっともしかしたらネクタイそろそろ調べ始めておいた方がいいかもなっていう感じ。自信はないけど、まあでも、今シーズンあるんじゃないかなっていう形では全然あると思うので、ちょっとそれもね、楽しみにしてますので、みんなもちょっと開幕スタメン自分のチームとか予想しといてくださいね。楽天ファンの方はぜひ、誰が当たるかやろう。順位予想とかもちょっとみんなしとこう。うち家族全員毎年順位予想すんの。で、紙に書いといて、シーズン終わった時にどうでしたかって開くんだけど、大体当たんないから、ちょっと今年は当てに行きたいなと思います。このサンドさんの番組、ラジコのタイムフリー、エリアフリー機能でまだ聞けるので、よかったらぜひ、開幕スタメン予想の様子も聞いてみてください。そして日本放送といえばまだまだございます。火曜日のオールナイトニッポンクロス担当の緑黄色社会の長屋春子さんのイベント、おさライブ2024に出演させていただくことになりました。ありがとうございます。嬉しいゲストとしてね、出演させていただけるということで。どんなイベントになるんですかね？私も全然想像つかない。楽しみ。その後ね、長屋さんとどうですかって話ですよ。ちょっと連絡はね、できない。しろよってね。でも、イベントお世話になりますっていう連絡はちょっとしようかなと思ってるんですけど、楽しみ、嬉しいよね。まさか呼んでいただけると思わず。何できるんだろうと思ってドキドキしてるので、そちらも。このイベントは今度の日曜日3月24日いっぱいまでチケットの二次選考を実施中ですので、詳しい情報は日本放送のイベントホームページからイベントの特設サイトをチェックしてみてください。そんなこの一週間いろいろありましたね。野球やら日本放送のいろいろありましたが、番組を聞きの皆さんどんな日々過ごしてたのか、ちょっとメールをご紹介していきましょう。神奈川県相模原市の南区25歳女性のゆうたんさんからです。先日保育士をやっている母から、今度卒園式でビリーブを歌うことになったから歌詞を教えてと言われました。久しぶりに聞いた曲名に小学生以来歌ってないのに覚えてるか不安になりましたが、いざ歌い始めるとほぼ完璧に歌詞を口ずさむことができ、自分でも少し驚きました。それと同時に幼稚園で歌ったさよなら僕たちの幼稚園が大好きだったなぁとか、小学校の卒業式で先生に AKB さんの桜のしおりを歌いたいと懇願し、それが叶ってすごく喜んだなぁといろいろなことを思い出しました。聞くだけでその曲に染みついた自分だけの思い出が蘇る音楽って素敵だし、改めて音楽の力ってすごいなぁと感じた瞬間でした。そうだね、卒業卒園シーズンですから、そういう歌の時期になるけれども、卒業式何歌ったかとかって覚えてます？みんな合唱で、小学生の時とかはそれこそ旅立ちの日にとかじゃないですよね、の印象が強いし、私は中学校はあなたへっていう旅立ちへ、なんだっけな、サブタイトルみたいなのがあるんだけど、あなたへっていう、なんとかのメッセージ、旅立ちに送るメッセージみたいなやつ大好きなんだけど、旅立ちに寄せるメッセージかっていうやつ歌ったりとかしたけど、みんな何歌うの？中学生で。私めっちゃ覚えてるのが、一個上の先輩が、あれ歌ってましたよ。君と寄り添うてありがとう、ファンモンさんの歌ってた、それめちゃくちゃ良かったなとか覚えてる。やっぱ卒業シーズンだね、合唱曲とかさ、 B
ビリーブは私もね、幼稚園の時から歌えんじゃないかな。わかる。みんな何歌ったの？最近変わってんのかな、やっぱその卒業曲といえばこれみたいなさ。この前歌番組に出させてもらった時に桜ソングメドレーっていうか桜ソング特集みたいなのをやってて、で、ああやっぱ最近の流行りとかでまた変わってきてるなとかすごい感じたからさ、卒業曲とかも変わってきてんだろうね。どうなの？卒業式だった方もいると思うけれども、もう終わってんのかな、ほとんど。さすがにもう3月も終わって、4月になったらすぐ入学とかの時期ですもんね。いやまたね、新生活だね。頑張ってね、みんな新生活応援してるよ。もう本当に私は春が苦手だからさ、人見知りだから、どうやって友達作ったらいいのっていう毎年の悩みだからさ、みんな無理なくね、友達作って誰そっか、大変な時期だね。頑張ろう、春だし。続きまして、熊本市53歳南の東北人さんからです。我が家の双子の娘たちの高校受験が終わり、先日5年ぶりに家族で福島の私の実家に帰省してきました。私は今は九州に住んでいますが、双子の娘の一人の彼氏が去年転校して仙台に行ってしまい、それからは遠距離で付き合ってたので、今回福島への帰省のタイミングで仙台観光にも行き、娘は仙台で彼氏とデートすることになりました。久しぶりの再会です。彼氏はちょっと前にコロナに感染してまだ本調子ではなかったんですが、なんとか復調して会うことができました。直前までどうなるかわからなかったのですが、一安心でした。私は妻ともう一人の娘と3人で仙台観光、瑞鳳殿、仙台城跡など市内観光をしてきました。お昼は宮城の海鮮丼を食べてとても美味しかったです。仙台城跡では2023年にできたらしい揚げもみじまんじゅうのようなすずめまんじゅうを揚げた揚げすずめまんじゅうがあったので食べてきました。揚げもみじのチーズ味が美味しいと聞いてたので、チーズをチョイスしたら甘じょっぱくて美味しかったです。デートしてた娘も違うタイミングで同じ場所に来てたらしく、写真を送ってきたので同じ構図でこちらも写真撮ってきました。久しぶりに彼氏に会ってとても嬉しそうな満面の笑みです。仙台は35年ぶりぐらいでしたが、いいとこですね。時間があれば今度は秋保温泉や最地のおはぎを食べに行ってみたいなと思いました。お写真、あら素敵、ういういしい、お二人、カップルのお二人の写真と、あらお母様とね娘さんで、あお父様も素敵じゃない、写真嬉しいね。仙台来てくれて、これかすずめ、揚げすずめまんじゅう美味しそう、本当にね揚げもみじの感じですけど、いいね。私もここロケでもプライベートでも何度も行かせてもらってるけど、仙台城跡はね、仙台市内が見渡せるんですよ。それもいいし、伊達政宗公の騎馬像がね、ちょっと前の、地震でちょっとしばらくの間修理に出てたんですね。それが戻ってきて、もう今はねもうそびえ立ってくれてますんで、ちょっとみんな行ってほしいね。嬉しいね、なんか仙台。この前さ、いつもお世話になってるメイクさんも仙台に旅行行ってくれて、どこがいいなんてねすごい聞いてくれたから嬉しかったけど、仙台行ったようはマジで嬉しい、ね、しかもこの時期春なんてさ、柴田の方にある一目千本桜っていう川沿いにね、桜がダーって並んでる綺麗なとこがあるんですよ。桜の名所実はね宮城もあるんです。だからぜひぜひ行く場所悩んでる方あったらぜひぜひ行ってみてください。それでは今週もそろそろ行ってみましょう。久保しおりがこの後3時まで生放送、乃木坂46のオールナイトニッポン。どうやら JO1 さん100回の放送だったそうで、おめでとうございます本当に。そして来年度もぜひぜひよろしくお願いしますということで、同じ水曜日で乃木坂46で全然構わないので、これからもどうかよろしくお願いいたします。改めましてこんばんは、今週もお願いします、お願いします、お願いします。宮城県出身の22歳、日本放送のお隣にあるペニンシュラホテルのマンゴープリンの容器を再利用して使っている乃木坂46 3期生久保しおりです。何に使ってんだろうね。でもプリン作ったりするときにも使えますし、
あの計量する時とかにちょうどいいのよ。あのサイズが本当にしっかりしたねガラスの容器なの。ぜひぜひ使ってみてみんなも。さて今週はこの後乃木坂メンバーから田村真由ちゃん、千宮玲ちゃんが登場して、先日行われた乃木坂46のバースデーライブの話などをしていくんですが、実は先週の放送の中で私が思いつきでメールを募集したんですが、時間がなくて放送中に紹介できなかったメールのテーマが3つございます。そこで今週はその3つの中から今スタジオの外にいる2人も興味がある話したいというテーマで皆さんからメールを募集していこうということになりまして、その3つのテーマを紹介すると、まず1つ目が宮城のご当地キャラ結び丸のメールを紹介したのをきっかけに募集しました。全日本勝手にご当地キャラグランプリ、これはシンプルにリスナーの皆さんが推してる、あるいは地元のご当地キャラがどこの町のなんていうキャラで、どんな特徴があって、その魅力は何なのか、できれば画像も添付して教えてもらうっていうテーマなんですが、ちなみにスタジオの外のお二人は結び丸って知ってますか？結び丸知らないよね。もう大きく罰を出されました。コバトンは、コバトンは、あ、コバトンは知ってる。大きい丸が出ました。埼玉だからね、二人ともね。さあ、そして二つ目のテーマが、私が学生時代にオール5を取ったことがあるという話から募集しました。学生時代の過去の栄光自慢。これはね、学生時代こんな成績が良かった、テストで高得点を取った、部活で優勝した、こんな賞を取ったなどなど、学生時代の栄光を今更自慢しようというテーマです。でもあれですよ、大谷翔平選手と同級生だったみたいな他力本願な自慢はダメということで、自分のことに関しての自慢限定ですけれども、2人はオール5取ったことありますか？オール5、はいって言ってるレイちゃん、はい、あります。田村さん大きい罰ですね。取ったことがないそう。学生時代の自慢なんて2人はいっぱいあるでしょうね。そういう自慢を聞いていこうっていうのがこちらになります。そしてラストの3つ目のテーマが、ランドセルのメールを紹介したことがきっかけで募集しました。ランドセルあれこれ、ざっくりとランドセルの思い出あれこれを募集しようということで、2人はランドセル何色だった？お二人さん、桃色とローズピンク。やっぱ覚えてるよね、そのさ、私ストロベリーだったの。そういうさ、なんで笑うの？その色って覚えてるよね、やっぱね。そういうの聞いてこうっていう、この3つの中から、外のお二人さん、お二人さんどのテーマがいい？今の3つの中で、お二人さん話盛り上がりすぎて聞いてた？聞いてなかったべ。何がいい何がいい？3つの中でご当地どうでしょう。あ、じゃあご当地キャラでいきますか。というわけで今週募集するメールのテーマは、全日本勝手にご当地キャラグランプリに決定、これにいたしましょう。ということで、皆さんの地域だったり推してるっていうね、推しキャラだったりを聞いていきたいんですけど、先週の放送中に届いてたメールどうします？例としてご紹介してみます。もうみんなすでにご当地キャラ送ってくれてたんだ。滋賀県草津市スイッチさんからです。私は北海道出身なんですが、メロングマという北海道夕張市のご当地キャラは衝撃的でした。正直ご当地キャラという美女ではないです。子供が見たら絶対に泣きます。知ってるよ私メロングマ。え、待って、メロングマってさ、私さ、キャラクターなのかと思ってたらさ、あ、立つ、何、あれなんだ、なんて言ったらいいんだろうな、あんまり言い方むずいな。ご当地キャラとして歩いてるんだ。知らなかった。三次元の、うえぇ、怖っ、血出てんじゃん、大丈夫、痛そう、牙から。そう、あ、何、あ、結構そのハードめなメロングマさんもいるのね。なんかさ、一時期さ、すっごいさ、話題になるの。私が小学生ぐらいの時に、すっごい話題になって、大人気になって、うちにぬいぐるみあるよ。なんか、クレーンゲームかなんかで、めっちゃ欲しくて、なんか一生懸命撮ったの覚えてる。めっちゃ人気だったよね。これこんな怖いの知らなかった。しかも、滋賀の方が教えてくれてんだね。北海道の夕張のキャラクター。それ、うわ、こっちもいるね。東京都ラーメン大好きさんからです。ゆるキャラですが、東京都の西国分寺のとご当地キャラが面白い見た目です。名前は西子くんです。まんまやん。なんて言ったらいいの、タイヤみたいな、そのグレーの
円に足がついて、足がこう出てるっていう感じなんだけど、これ私知ってる、このキャラ名前は知らなかった。何、西子くんっていうの、まんまやん東京だったんだこの子、それ知らなかったわ。人気なの彼は、果たしてその西国分寺では人気なの。やっぱすごい話題になったよね。なんかさ、ゆるキャラおもろいよね。いろいろいるんだろうな。今有名どころっていうか、私も知ってるぐらいのとこついたけど、多分全国探したらもっといるんだろうね。ちょっと気になるね。教えてほしい、こんな子もいますよっていうのは。こんな感じで今週はですね、全日本勝手にご当地キャラグランプリっていうテーマでメールをお待ちしております。完成度低めがいい。ちょっとなんか、あの、なんだっけ、ネバールくんとか知っちゃってるから、いやいやいや、うちにはもっとすごいのいますよっていう、もう地元が誇るスターたちを皆さん紹介してください。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、待ってます。そして番組では X もやってます。アカウントは乃木 46ANN、 乃木 46ANN、 ハッシュタグは乃木坂 46ANN をつけてポストしてください。乃木坂46のオールナイトニッポン、この番組は東レ、日本外資、 AK レーシング、竹中工務店、 QBB ベビーチーズ、石黒、エクスペディア、三菱電機、 JCB、 サムティ、 JA 共済、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。外のお二人さん、推しキャラ考えといてくださいね。あ、コバトン禁止ね。コバトン以外ね。今夜の黒子の独り言。うちの会社には100年以上前から企業内図書館があります。こんなにも仕事の本を集めるなんて、昔から研究熱心だったんだな。以上、開発部木又さんのその恩恵いただいてますでした。サプライジングセラミックス NGK 日本外資。竹中工務店は人を大切にする企業です。良い建築に欠かせないのは良い人材、それが竹中工務店の考えです。良い仕事が良い人を育て、良い人が良い仕事を生む、思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。川口春奈です。24時間365日、一体これは何のキーワードでしょうか。そう、これは JCB の不正利用検知のキーワード。年末年始もゴールデンウィークも寝ている間も、いつでも不正なカード利用がないかチェックしています。今この瞬間も安心ですね。 JCB。 腹減ったな。いらっしゃい。すいません、一人入れますか。あ、悪いな、8億人待ちなんだよ。列並んでくれや。今地球上で飢えに苦しむ人は8億2800万人。今日の食料を待つ命がけの行列は今も急増しています。あなたの支援でこの現状を変えませんか。飢えに苦しむ人々に食料を届ける、国連 WFP 協会にご協力ください。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。骨髄バンクの骨髄くんです。まずいです。ドナーが10年以内におよそ22万人も減っちゃう。登録者の多くが40代以上で、しかも55歳で引退しなくちゃいけないから。若い世代のドナーが必要なんです。骨髄バンクにドナー登録を。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。2代目の女、久保しおりが生放送、乃木坂46のオールナイトニッポン。空飛ぶ車を作りたい。東レならできる。海の水を飲み水に変えたい。東レならできる。アイドルになってステージに立ちたい。東レではできない。医療の進歩に貢献したい。広がる無限の可能性、東レならできる。ねえねえ、石黒って知ってる？電気、水道、空調、トイレなど、私たちが快適に暮らせるのって石黒のおかげなの。石黒ってね、社会の縁の下の力持ちとしてライフラインを支えてるの。なんて会社だっけ。つなぐ、広げる、暮らしと産業、
石黒で検索。不動産を超えてゆけ、サムティ。ねえねえ、不動産を超えるってどういうこと？つまり普通の不動産会社の概念や領域を超えるってことじゃない？やけに詳しいね。一緒に超えてみない？一緒に超えてゆける仲間を探しています。不動産を超えてゆけ、サムティ。 JA 共済に入った。自然災害とか事故とか困った時はみんなで助け合う仕組みって聞いたけど、ん？それって絆が備えになるってことだよね。はい、 JA 共済は助け合って備える保証です。乃木坂46のオールナイトニッポン。早速メール届いてます。横浜市広報局ジョンタイガーさんからです。僕の中学の卒業式は3月の8日だったのですが、レミオロメンさんの3月9日手叩いて笑わない。外セーフでしょ今のは。20日、セーフと思って、ギリギリセーフ。あっぶない。もう一回行くよ。僕の中学の卒業式は3月8日だったのですが、レミオロメンさんの3月9日を歌いました。曲を決める際に1日ずれてるけどやっぱこれだよねっていうことで歌うことになりました。1日ずれてたというエピソードも含め、こうして話せる素敵な思い出として心に残ってます。3月9日いいなぁ。合唱してみたい。したことある？ない。え、何歌った？卒業式で。別に小学校。仰げば尊しでしょ。あ、まあそうか。それだね。え、なんだ、何歌った？鹿とか歌いましたよ。鹿？え、うち。てんてんてん。この絵の歌。死の歌？国歌、校歌、鹿、三つ絶対歌った。死の歌ね。へぇ、歌ってないよ。英語かと思ったんだけど、鹿。鹿。お肌にいいやつ。違います。違いました。すいませんね。知らなくて。そっか、鹿とか歌うんだ。いいな。卒業シーズンだ。続きまして、大阪府堺市北区、24歳、ノーマルの丸さんからです。僕は小学校の卒業式で、ファンキーモンキーベイビーズさんのあと一つを歌いました。何度も練習したので、式が始まる前にクラス全員でエンジンを組んで、卒業式絶対成功させるぞと高校球児くらい一致団結したのは今でもいい思い出です。まあいいね。卒業式前にエンジンってめちゃくちゃなんかありそうでなかったっていうかさ、初めて聞いた。でもめちゃくちゃいいな。あと一つはもうね、まあ、東北の人間からしたらもう、あの野球のね、マー君登板のあの瞬間のイメージだけどさ。野球ね。今卒業したのよ。今ね、しれっとね。元々野球にシフトチェンジしてるの。この子らさ、私と仲いいからどんどん言ってくるそういうの。この子らね、仲いいからね。まだね、開始30秒ぐらいなのに来て、まだちょっとしか経ってないの。まだ自己紹介してないの。してないのに。またね、ごめんね。ちゃちゃ入れたくなっちゃって。そうそうそう。外でも思ってたんでしょ？外でも実は言ってたんでしょ？言ってたんでしょ、私が野球の話してるの。行かない行かない行かない。入っちゃった入っちゃった入っちゃった。年下だぜ、後輩だぜ。もうごめんね、紹介するね。ちゃんと紹介するわ。すいません。今週はここで乃木坂メンバーから4期生のこの2人の登場です。1月の配給スペシャルは体調不良のため胸の欠席でしたが、田村真由ちゃんです。はい、埼玉県出身の田村真由です。お願いします。お願いします。この前番組でお話しした我が家での餃子パーティー、餃子だけのパーティーに参加してくれたセミアレイちゃんです。はい、セミアレイです。よろしくお願いします。お願いします。来てくれた。イエーイ。早速だけど真由は推しキャラは？でも、まあ、やっぱり埼玉県民で、うん、人気って言ったらふっかちゃんじゃないですか。ふっかちゃん、ね、ふっかちゃん第2位。ふっかちゃん人気だよね。全国でも人気だもんね。そうそうそう。え、さっきさ、ちょっと調べてみたらさ、なんか性別、なんか時と場合によるらしい。そうなんだ、知らなかったな。書いてあった。あれが公式かどうか分かんないけど、時と場合によるって書いてあった。ふっかちゃん、ふっかちゃん、うまいことだらけだね。びっくり。ゆうちゃんは？私実は熊本生まれなんですよ。あ、そうなんだ。埼玉熊本をさせていただきたい。どじっこ熊本。熊本生まれ、埼玉育ち、アメリカ育ち、東京住みです。なんだ、すごいな。ややこしいな。ややこしいんですよ。すごいね。すごい経歴の持ち主よ。そんな2人が来てくれましたが、まゆはね、前回配給スペシャルのリベンジしたくないかっていう話を。うん、そう、なんか、うん、あのもちろん私もすごく出たかったなって思ったの。でもね、私以上に私のことを応援してくれてるファンのみんながくそーって来たかったと。なんで
なんてあなたも休んだんだって、まゆちゃんの口から配給の話が聞きたかったと、ね、すごい言われた。ちょっとだから後で時間取ってもっとやろうって思ってる。ぜひぜひね、お願いします。そしてれいちゃんはね、はい、この前我が家で開催した餃子だけパーティー、はい、どうぞ。お邪魔しました。正直どうだった？あ、本当に餃子だけなんだと思ったいや、ちょっと思いました。やっぱ思ったですねいや、でもあの、ご飯出そっかって言ってくれて、うんうん、でもいや、私は餃子でお腹を満たしたいんです。そうそう言ってくれてね。ちょっとお酒も飲んだりしてね。何そのさ、なんか一つにさ固執したパーティーなんか私はさ、なんかえのきパーティーでえのきに固執したパーティーしたじゃん田村とはえのき料理だけをひたすら私が作って、うん、えのき料理しか出さないあのえのきなんか鍋作ったじゃん、うんうん、作った。本当にえのきしかなくて、そう、だしにえのきしか入れない。そう、お肉とかも入れないの、ね、えのきだけ。本当にえのきだけなの。お通しがえのきの肉ます、ね、そう、肉炊き込みご飯にもえのき入ってて、本当にえのきのパーティー。えのきだ。えのきっていうのもあって、今回は餃子だった。餃子っていう。でもわざわざ仕込んでくれて、うん、冷蔵庫にいっぱいのね餃子をね、うん、手作りをちゃんと綺麗に巻いてあるやつを何個食べましたかね、あれ。あのね、合わせて作ったのは100個で、食べたのは80前後、うん、70ちょっと食べたかな。全員結構行きましたよね。4人で結構行ったね、うんうんうん、またやろう。ありがとうございますあれなんかあんまり乗り気じゃない。違う。いやいや、手間をかけさせたなと。いや、やりましょうの声がなかった。やりたいですよ。いいんですか？いや、いつでもよ。私、餃子屋さん、なんかね、なんか餃子屋さんだと。そう、繁盛しちゃって、後輩から、はい、久保さんの餃子食べたいですっていう、ちょっと、鳴りやまなくて。口コミすごいですもんね。そう、口コミがすごいの。メンバー内口コミがすごくて。本当に。メンバーに限るけど、マジでいつでも店開ける。嬉しい。あの、いつでも冷凍庫にあんのよ。もう今もある。からいつでも深夜だろうと、ちょっと今食べたいですってなったらいつでも店開けるんで、わいつでも行ってください。そうなの。いつでもね。さて、私たち乃木坂46は、うん、3月頭ですね、バースデーライブを終えたばかりですけれども、うん、どうでしたかと。今年のバースデーライブはすごかったね。結構だったんじゃない？みんなね、すごいハードだったね、今回はね。ハードだったでしょう。すごかった。なんかもちろん楽しかったよ、うん、なんだけど、やっぱ大変だったっていうのはごめんけど切り離せないって。そうなんだよね。ごめんけど。だって123プラス1ですよ、うん、曲数的に。しかも今回結構ね、なんかアンダー選抜、うん、ごちゃ混ぜだったから、ね、本当に私たちでさえ新しく覚える振りがあったりだとか、うんうんうん、多かったね。すごく多かったから、その大変さはあったよね、うん、初めて覚える曲が多いっていう大変さもありつつ、うんね、どうですか、2人は目立ったミスなかったですか？すごい、ミスから行くんですね。確かに。はい、私、本当に一つ、うん、もう、舞台上で、うん、ステージの上で、はぁって思ったことがあって、うん、4日目の、うん、あの、ごめんね、フィンガーズクロストの時に、うんうん、あの、私、うん、大滑りして、うん、大こけしちゃって。なぁ、そう、知らなかった。うん、あの時、すごく、うん、あの、炎、なんて言うんですか、特攻、特攻がすごく焚かれてて、うん、で、結構滑りやすかったんですね、ステージ。その後って滑りやすかった。そうそうそう。それで結構、イヤモニの中からも、うん、あの、気をつけてって言われてたにもかかわらず、うん、あの、勢いよく、うん、もうスライディングのように、うん、もう、大こけして、うん、その後もう背中と、うん、あの、足を痛め。気をつけて。今はもう大丈夫だね。もう今も大丈夫なんだけど、うんうん、そう、そういうことがあって、うん、ちょっと恥ずかしかった。そうなの、痛みより先に。恥ずかしい。なんかもう顔には出さないの。その後すぐ歌わなきゃいけなかったから、うん、もう転んでスッて立って、もう決め顔で歌い始めたけど、超恥ずかしかった。大丈夫、バレてるね。レイちゃんもなかった？大丈夫だった？私ミスなかったと思うんですよね。やったじゃん、やったじゃん。最近、うん、こうライブをちゃんと楽しみつつこなせるようになってきたんですよ、うん、あ、大事なことだね。だから、うん、そうですね、大きなミスなく、うん、ちゃんと冷静な気持ちを保ったまま楽しむっていうのができるようになって、うんうん、成長ですね。成長ですね。もうミスしたことは、うん、まあ細かいミスはあったにせよ、うん、もう一旦ここでも置いて流していただいて、良、ね、かったシーンの話をしてこう。ああ、嬉しい。お互いにさ、うん、褒め合おうよっていう時間よ。うん、私ありますよ、しおりちゃんの良かったところ。ああ、私の言ってくれる。私さ、私さ、うん、
結構何回か行ったことあるけど、うん、しおりちゃんの日常めっちゃ好きっていう話を。嬉しい。で今回はあのしおりちゃんのあのなんちょっと静かになってさ、うん、しおりちゃんの顔がアップになる、うん、とこあるじゃん、カメラ割りで落ちたびね。そうそう、その時にしおりちゃん今回ニヤッと笑いました。最高でした。あそこが良かったって、うん、結構メンバーと喋って嬉しい。もう本当にしおりちゃんの日常好きだよっていうのはちょっと言っとくね。嬉、うんうん、しい。よかった。すごくスタッフさんも褒めてくれた。すっごい良かった。本当にありがとう。褒められると喋れなくなっちゃう。聞いたか、リスナー聞いたか、聞いたか、リスナーのみなの衆聞いたか。でも本当なんか違う、なんかステージだと変わるんだよな、しおりちゃんって。こんなじゃないでしょう。そう。確かにすごい、パフォーマンスは本当にすごい。パフォーマンスギラッと、ね、嬉しい、うん、ライブ期間中も私こんなじゃないよね。うん、あ、確かに結構なんかさ、スンッとしてる、背筋こう、鎖骨で、鎖骨で歩いてる感じ。鎖骨で歩いてる結構じゃない。分かる。 そっちのモードというか、なんかライブ期間ってちょっと変わるよね、うんうん、現地入ると真面目、真面目、そう、大真面目になる。すぐもうさって動いて、さっていうキャラになるんだけど、なんか先輩感が出る。あー、わかる。めちゃめちゃ先輩になる。え、待って待って待って、いつも先輩だと思ってないってことでしょ。え、先輩と思ってるけど、なんか軽々しく話しかけちゃいけないみたいな。よく言われる。オーラを出してくる。ライブ期間話しかけづらいのかな、うん、だからあえてふざけに行ったりもするんだけど、うん、真面目モード入っちゃうから、うん、なんか、うん、うーんっていう感じじゃいられなくなって、いつもとちょっと違うモードになってるんですけど、うん、私はじゃあレイちゃんの素敵なところを言っちゃおうかな。え、言ってくれちゃうの。私はもう本人にも伝えましたが、4日目アクチュアリー。あら、英語、ね、そう、モニモニね。もう英語ペラペラなんですよ。そう、彼女は英語がペラペラなんです。すぐに言った、ね。はい、ちょっと英語で自己紹介してみて。 Hi, my name is Race Amia. Thank you for coming today. I love you guys. Wow. Wow, thank you. Wow, thank you. Thank you. Thank you for inviting me today. Me too, me too. Me too. Me too. Really? I'm fine, thank you. And you? Oh, yeah, I'm goodYeah, it's late now, but yeah. ニャムニャム。ニャム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 かわいい。そう、彼女英語がペラペラで、アクチュアリーで、うんと、イントロと、途中でね、英語の歌詞のところがあって、それを、ほんと CD でもね、担当してくれてるんですけど、それを今回ライブバージョンで、やったんですよ。はい。その英語がかっこよすぎて。すっごいよかった。音源とは違う感じで、ね。ちょっとね、言い方も変えてみちゃったりなんかしてね。ね、いいね、めっちゃかっこよかった。すごかった。いや、無意識顔残ししてしまったみたいで。あ、顔残したね。画面にちゃんと顔も見せながら顔残られちゃって、各所で。各所で。顔見せられたんだよ。あれめっちゃかっこよかった。嬉しいなぁ。ありがとうございます。けれども。レイちゃんからは、じゃあ、マイタンの、マイタンのいいところ。マイタンは、うん、とにかく顔が可愛かった。あ、こいつあんまり見てねえな。よし、あんだけ英語ペラペラ喋れるのに、日本語で褒めるんだけど、Thank you for coming! とか言ってる。なんか、顔が可愛かった。こいつ見てねえな、私のこと。見てた、めっちゃ見てた。なんか白い衣装が似合うの、マイタン。シンクロニシティの、うん、頭、ド頭で、ワイタンがバッて抜かれた時に、もう可愛すぎて美人すぎて、あら、はぁっていう気持ちになって、裏で見てたんだけど、なんかいいなって思った。普通に。最初からそれ言ってほしかったな。なんか顔が可愛かったから、これなんか絞り出したのかな感じちゃうから。自がいい。最初から言ってほしかった、それ。いや、ライブで、やっぱね、お二方そうですけど、なんか顔の輝きがすごいから。あら、あなたもよ。眼圧眼圧となると話は変わる。確かに。そうだと違うね。嬉しいけどね。なんか4日間通して印象的だったシーンというか、うん、ある。なんか全体的にだけど。まあね。ね、やりすぎちゃってますね。そうなんだよ。123曲もやっちゃうとさ。ね、私もう一個しおちゃん好きなやつあった。ありがとう、そんな。いいよ、いいって。1日目かな ?1 日目の、うん、あの、指棒勉強。ああこれがあるじゃないいや、なんかさ、これね、これ好きでした。不思議なんですけど、はい、私最近ライブで、ちょっと面白いことを担当になってきちゃった。お米になったりとかね。夏のツアーはお米の被り物被ってコントやったりとか、今回もなんか、大変ってみんながこう、どうしようどうしようってなってる中、私が、みんなそんな時はこれがあるよって言って、カンって、オッケーポーズして、
指望遠鏡の頭をソロで歌うっていうありましたね。あそこの久保さんの声がこう劇的な感じで好きでしたね。あ、本当？じゃあよかった、うん、なんとか成立してるならよかったけど、うん、そう、面白かった、嬉しいね、面白かった、うん、面白かった、面白くないだろあそこはなんか面白いゾーンじゃん。そうね、全然通してね、うん、このバースデーライブですよ、31日の日に一気見配信もね、うん、ございますので、そちらもぜひぜひ見ていただけたらな。何時間あるんですかね、10時間ぐらいだったかな、結構長くあるので見ていただけたらと思います。それでは、はい、ここで今年のバースデーライブで披露した123曲プラス1から、はい、セミア・レイちゃんのセレクトで1曲お送りしましょう。レイちゃんお願いします。はい、4期生で、セブンスイヤーバースデーライブ以来に披露させていただいたとっても思い出のある曲です。乃木坂46で傾斜する。僕は僕じゃなく
どうもボートレーサーの神尾です。アスリートとして食っていきたいあなたへ、俺はボートレーサーの道を選んだ。一度もボートに乗ったことがなくても目指せる夢、未経験からプロになろう。詳しくは新ボートレーサー募集で検索。お父さん、昨夜もいびきすごかったね。そうか、最近仕事が忙しいからかな。昼間も眠そうで疲れが取れてないみたいだけど大丈夫？そういえば健康診断で血圧が高かったな。大きないびきをかいてる割に急に止まったりしてるよ。ちゃんと息できてるのかな。本当に？確かに朝喉が渇いてるしすっきりしないんだよ。それ睡眠時無呼吸症候群かもしれません。もしかしたらと思ったら病院へ。テイジンファーマ。世界は眼差しから変わっていく。作りたい建物、暮らしたい街、叶えたい未来。すべての始まりは人だ。ビルドザカルチャー。人が作る、人で作る、戸田建設。成田空港から熊本へ、就航10周年を迎えるジェットスター。片道6490円から。温泉に世界遺産、馬刺しにからしれんこん、そして阿蘇の大自然、熊本で楽しもう。成田空港から熊本へ、お得な旅はジェットスターで。酵母の力で毎日の食卓に美味しさを、人々の暮らしに健やかさを。オリエンタル酵母工業は食品とバイオ2つの事業を柱に、酵母を原点とした技術で食と健康を支えています。乃木坂46のオールナイトニッポン。今週は全日本勝手にご当地キャラグランプリというテーマでメールをいただいてます。早速なるべく完成度低いキャラを先週届いたものを含めてご紹介していきましょう。はい、神奈川県相模原市お腹すいたよさんからです、うん、僕の地元長野県にはビクトワール・シュバルブラン・ムーオ三世という馬をモチーフにしたご当地キャラがいます。村に男と書いて村男じゃないです、村尾です。そこしっかりしてんだな。うわー、ビクトワール・シュバルブラン・ムーオ三世。顔が思ってたのと違う。名前の割に顔あの輪郭は馬なんだよ。だけど顔がうんとなってたらなんです。眉毛あって線2本描いたら完成する感じ。無表情な感じね。なんか目なのか眉毛なんかどっちが目だっていうようなあと申し訳程度に羽がちゃんと目が刺すかのように。彼は人気なんでしょうね。でも、ね、長野のスターなのかもしれないよ。そうか、村尾三世結構好きな顔してんな。結構いいよね、うん、結構好きこの顔。ゆるいな。ダメだよ、ちゃんと帰りまで名前覚えておいてね。ビクトワール・シュワルブラン・村尾三世。シュワルブラン・村尾、シュワルブラン・村尾三世。難しい、難しい、覚えられない。難しいな。さっきの、あ、メロングマ知ってる？メロングマ知ってますよ。やっぱメロングマは有名なんだ。うん、あれは？なんかちょっと怖いやつだよね。そうそうそう。キバキバ。西子くんは？西子くん。知らない。知らないでしょ、西子くん。西子くん寺のご当地キャラ、西子くん知らないでしょ。西子くん知らない。西子くん。え、絶対見たことあるよ、西子くん、ほら。いや、知らない。え、西子くん、知らない、知らない。西子くん知らないの？え、あれみたい、あの、ちょって、飴の断面。あーあーあるね、飴の美味しい、そうそう、断面みたいな。確かにそうそうそう、分からなくはないけど、これが西国。へえ、知らないな。村尾三世、村尾三世、こんぐらいいいね。完成度低いとか言ってから紹介してすみません。全国の皆さん、兵庫県南あわじ市20歳のルルルのルさんからです。僕のふるさと淡路島のゆるキャラで一番好きなのは、うん、いぶし瓦の銀さんです。なんか銀さんじゃない？いかつい顔にキュルキュルの目がとても可愛いです。こちらいぶし瓦の銀さん。あー、本当に目に光が入ってるんだ。レイちゃん、レイちゃん、レイちゃんの反応がちょっとあんまりだぞ。銀さん、青じゃない？銀さん、いや、いぶし銀の銀です。いぶし銀の銀なのか。いぶし瓦の銀さんなんだ。腕どっから出てる？顔から出てる。顔からね、腕出てたりだとか、牙も生えてて。真ん中のね、マークとかはね、そう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 、淡路島にハートついてる感じで、なんか、愛を感じますよね。愛を感じる、ね。
でもなんかギリ子供来たら泣きそうじゃない。あ確かになんかそのキュルキュルの目だけじゃ補えないようないいんだろうな多分なんかキュルキュルすごい大きそうに見えない。身長高そう。大きそう、ね、角とか生えてるからね。ちょっと小雨ごつめな感じ、ね、牙もねしっかり生えててね。いや可愛いと思います、うん、本当か可愛いと思います。どうだろう、うん、どんどん行こう、うん、神奈川県相模原市29歳脱藩太郎さんからです、はい、僕が地元の千葉県銚子市には、かつてキャベッシーというあまりに船橋のご当地キャラすぎるパクリキャラがいました。2013年あまりにもパクリすぎたので銚子市に批判の電話が殺到し、さらには船橋の黄色いあいつからも何をたわごとを言ってるなしと言われ、キャベッシーはすぐにシェフの手によりお料理され気まぐれサラダとして店名を全うしましたと報告されたそうです。ちょっと待ってキャベッシーこちら、あうわごめん丸パクリこれはやってるなし、これはやばいなし、これはダメなし、これダメなしな、うん、青いなしだよそれは多分、これよくないなしな、これは緑のビジュアルのなしなしな、ほぼなし、多分同じ動きするなしな、わかるなしな、見ただけで同じ動きするって顔が全く一緒なしな、一緒なしな、ちょっとキュルなんじゃないな、まあでもほぼそうなしな、うんそれなし、ねえ。これはアウトなしな。アウトなしな。だからこう気まぐれサラダとして店名マットしました。よかったと言っていいのかどうなのか。あまりにも、あまりにもパクリすぎたので。2回言ってますから、あまりにも。批判の電話が殺到したらしい。なかなかない。ご当地キャラ、そんな批判の電話殺到するってなかなかないよ。いるね、ゆるキャラいっぱいね。面白い。メールまだまだ待ってます。うん、今週のテーマは、勝手にご当地グランプリにということで募集しております。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオール、あごめんなさい、番組のメールアドレスまゆちゃんお願いします。あ、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム待ってます。それではここでまた1曲、今年のバースデーライブで披露した123曲プラス1から田村まゆちゃんのセレクトでお送りします。お願いします。はい、ぜひこの3人の中で誰を一番愛してるのか教えてください。乃木坂46で3フォールドチョイス。
この音を聞いて違和感を感じなかったら旅に出た方がいいかも。私たちは旅をする。窮屈な日々から抜け出すために。会員ならアプリのプライストラッカーでお得なフライトを。エクスペディア、いつもの外へ。さあピッチャー投げました。打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした。回したいのに回らないの。肩痛くて。もう肩、腰の痛みに貼れば直に効く。フェイタス。久光、野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩、腰の痛みに貼れば直に効く。フェイタス。久光、運転手さん、前の車を追ってください。あの触媒の力で綺麗に塗装された車を追ってください。触媒で作られた車載ディスプレイもチェックして。お客さん、触媒でできたスマホが鳴ってますよ。日常に触媒の力、日本触媒。ありがとう。緑黄色社会、長屋春子です。番組でオサと呼ばれている私がお送りする緑黄色社会長屋春子のオサライブ2024、サポーテッドバイオールナイトニッポン、5月18日土曜日開催です。場所は三軒茶屋にあります昭和女子大学瞳記念講堂です。イベント限定企画やここでしか見られない長屋春子オリジナルライブもあります。そしてゲストの出演も決定しました。1人目は乃木坂46久保しおりちゃん、そして2人目はハラミちゃん。現在チケット二次選考受付中です。応募期間が短いのでぜひお早めに。詳しくはイベントホームページへ。今週は私久保しおりが乃木坂メンバーから4期生のこの2人と一緒に生放送。埼玉県出身の25歳田村真由です。同じく埼玉県出身の20歳セイミアレイです。乃木坂46のオールナイトニッポン。今週は3年前に劇団ヨーロッパ企画さんの舞台夜は短し歩けよ乙女に出演させていただいた私久保しおりと、去年オールナイトニッポン55周年を記念したヨーロッパ企画さんの舞台多分これ銀河鉄道の夜に出演させていただいた田村真由と、4月12日から始まる日本放送とヨーロッパ企画がタッグを組んでお送りする舞台鴨川ル、あ、お、読む、鴨川ホルモンワンスモアに出演させていただくセイミアレイがお送りしてます。はい、もう4月12日ってことで、うん、全然1ヶ月切ってるけど、あっという間に来そう。そうですね。稽古はかなり進みました。今稽古始まって 1,2 週間で今日ちょうど、うん、通し稽古が早いんだよね。いましてね。早いね。通しというか。そう、うんうん、あの原作の牧目先生にも見に来ていただいてしまって、ドッキドキですよ。ドッキドキだよね。いきなりね。緊張するね。はい、どうですか今回のヨーロッパ企画さんの舞台、どんなストーリーですか。そうですね。うん、ストーリー、うん、これ説明してわかるかなっていう感じなんですけど、この京都大学に二浪して留学した主人公の阿部というのがいまして、うん、怪しい先輩の誘いと同級生への一目惚れに任せて、うん、千年の昔から脈々と続く謎の競技ホルモンをするサークルに入るっていうね、うん、それでこういろんな人間関係があったり、うん、いろんな戦い交流戦あったりっていう、うんうんうん、ホルモン、うん、ホルモンっていうね、ホルモン。そんな中でレイちゃんはどういう役どころですか。はいはい、私はですね、うん、楠木ふみちゃんっていう兄弟理学部1回生の、うんうん、そうですね、こうちょっと理系な物静かというか地味で無口で不愛想でツン、ツン要素強め、うんうんうん、まあちょっとなんかちょっとだけ物語動かしちゃう。おいや動かさないか。あ、そっだ、急にネタバレを気にし始めました。喋った直後にネタバレを気にし始めました。いやなんか本当にこう急ブレーキモノローグじゃなくて、うんうんうん、こうみんながモノローグみたいな、そうね、みんなの話が同時に進んでいくみたいな感じで、うんうんうん、みんなが主人公みたいな感じなんですよね。鬼語っていうのを喋るんでしょ。鬼語喋りますよ。独特の言語、あの鬼を操るんですよホルモンって。まずうんうんうん、一人の使役者につき100匹の鬼がいるんですね。みんな絶対についてこいよ。絶対についてこいよ。それで、あの、うん、こう、龍谷大学対京都大学みたいな感じで、試合を交流戦を行うんですけど、一、うん、つのチームにつき10人、10×100、1000匹対1000匹。で、こう、うん、こう、
え、それがホルモン？ホルモン。だってさ、みんな鬼を戦わせるんです。こちらはだから、うんうん、鬼を従わせるというか、うんうんうん、指示を出していくんですよ、うん、でそれでも面白いんだよね。その指示が、うん、この鬼を操るには鬼語を習得しなくちゃいけなくて、うんうんうん、一番こう使うのって言ったらなんだろうな。あ、ガギジェボア。え、ガギジェボアって言われたら集合です。集合なんだ。ガギジェボア。え、じゃあ私が今さ、うん、役を言ったらさ、うん、鬼語で答えてくれるの？できるかな。ちょっと怖いけど。進め。あー、モギサーかドリャサーかどっちか。グアイクエー。全然違った。全然違った。さっき自信満々に私2日で全部覚えましたって言ってたのに。意外と覚えられるんですよね、これ。すぐ覚えますよって言って。めっちゃ使うんでこれ。久保さんにも教えた。鬼語って言ってたのに、私あの結構優しくさ一番上のやつ言ったつもりだったのよ。一番わかるかなと思ってしたら外気でした。じゃあちょっと眉からも出そう一問。どうしようか。でもこれめいちゃんがさ、うん、あの使うやつね。うん、使うやつね。怖いな。じゃあうーん、どうしようかな。何でもいいよ。逃げろ。ダビシー。お、正解。正解。おえ。おえ。おい、これやってるから、フリア出てくるんだよね。フリア出てくるんだよな。そうだ、出てくるんだよね。さっき、レイちゃん、二日で覚えましたよ。余裕っすよ。え、なんですぐ覚えましたよ。おえは何？グエギボ。あ、グエギボ。グエギボ。グエクボ。グエボ。っていうのが鬼語なんだよね。っていうのが鬼語です。ちょっと待って、負けず嫌い発揮してめっちゃ悔しそうなんだけど。負けず嫌いなんだよね。そうなんだ。いっぱい一生懸命覚えたんだもんね、本当は。本当は言えんだよね。本当は言える。ね、本当は、ね、かわいい。本当は言えんだよね。うん、一生懸命覚えてる。ね、難しい。あの、もう、英語では喋ってないけど、鬼語では喋んないでもらってもいいですか？巻き返すかのように。でも、この鬼語で喋る役っていうことで。鬼語で喋る役、喋ることもある。全部が鬼語じゃないんですよ。全部が鬼語じゃないんですけど。鬼語で独特の言語を喋ったりもするっていうことで、うん、共演者の方とはどうですか？もう打ち解けられた？そうですね。同年代の方が多くて、うんうんうん、結構、私初めて同年代の方とほぼ一緒にご一緒させていただけるの。すごいこう本当に部活みたいで、あ、いいね。スポーツなんですよ、ホルモンって、うんうんうん、だからみんなで覚えて、うん、戦って、うん、汗をかいて、うんうん、いいですね。いい稽古場だね。いい稽古場です。そうだね。さあ、うん、そんなレイちゃんが出演する鴨川ホルモンワンスモアは来月から公演がスタートするんですが、今番組を聞いている方の中にもまだヨーロッパ企画さんの舞台を見たことがないという方もいらっしゃるかと思います、うん、そこでここからは私たちがこんなスペシャル企画をお送りしていきます。題して、聞けば行きたくなるヨーロッパ企画の魅力ベスト3。全然合わない。せーのとか言ってないんだ。ごめん。なんか、私さ、今さ、レイちゃんの方チラって見たら、レイちゃんも台本しか見てないからさ。まあまあ、仲良くしろって。ゲッペゲッペゲッペ。ゲッペあの、今日鬼語をやめてもらっていいですか？鬼語ゲッペゲッペゲッペは何？あの、落ち着け、みたいな。ああ、そうなんだ。ゲッペゲッペゲッペ。これだけ私も覚えたのさ。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか、誰かが暴れ出しちゃったら、ゲッペしろって。じゃあ二人が今日喧嘩したらゲッペゲッペゲッペって呼べば。こうやって使っていくのね。完璧です。これで私もう鬼語使えそうだ。オッケーオッケー。さあ、ヨーロッパ企画さんの舞台に出演経験がある私たち三人が、それぞれ一つずつその舞台の魅力をお話ししていこうと思います。うんうん、まずはセミやレイちゃんの考えるヨーロッパ企画の魅力をお願いします。はい、上田さんの伏線回収。うん、と言いますと、これは。そうですね。脚本を書いてくれてくださってる、うん、演出もされてる上田さん、うん、ヨーロッパ企画の上田さんはですね、うん、あの、ある場所で言ってたんですけど、うん、伏線回収が好きなんだよね、らしくて。うんうんうん、で、わかんない。二人の舞台はどうだったかわかんないんですけど、うんうんうん、あの、よく、ちっちゃいものから大きいものまで、散りばめているらしくて。うんうんうん、それが、やってても面白いなと思うし、見てたら、うん、あ、そこと繋がってたのっていう面白さがあるなと思いますね。確かに。それはある。あの、私は、あの、リバー流れないでよっていう、うん、映画、ね、見ました、見ました。ありがとう。その時にすごい思った。あ、これ、そうそうそう、ここでこうなるんだみたいな。聞いてきますよね。そういう後から聞くスパイスみたいなのが、随所随所に散りばめ、うんうん、今回の舞台もじゃあ散りばめられてる。うん、そうですね。楽しみじゃん。
鬼子も関係してくるんですか？あ、しない。いや、全然しないです。私、関係なかったです。全然関係ないです。鬼子関係ない。鬼子は戦いのためなんです。鬼子気に入りすぎちゃって、ちょっと。鬼子を気に入りすぎちゃって、ちょっとなんか関係あんのかなとか思ったんだけど、うんうん。上田さんの印象、マヨとかも、上田さんね。うん、本当に、うん、本当に怒らないんですね、上田さんって。優しいよね。本当に優しくて、うん、なんか、結構私とかは、うん、舞台、ほぼ、本当初心者ぐらいの感じで、うんうんうん、なんか本当きっと、ご迷惑をたくさんおかけしたと思うんですけど、うんうんうん、もう、何をしても笑ってくれるっていう。絶対私全然面白いこと全くしてないんですよ。くれる。全く面白いことしてないのに、うん、ゲラゲラ笑ってくれる。うん、安心するんですよね。あとさ、ちょっと高い椅子に座って見てるじゃない。あ、そうなの？そうなの？見てないですけど、だってあるあるじゃなかった。そうなのね。で、それで、なんか、多分上田さんのやってほしかった通りの何かができると、すっごい深くうなずいてくれるんです。え、なかった？安心するね。それは。高い椅子には座ってなかった。高い椅子には座ってなかった。普通の椅子に座ってた気がするな。そっかそっか。でも、まあ、ご自身でさ、演出とかもつけられてるわけじゃない。うん、だから多分、一番上田さんが、で、脚本も書かれてるから、うんうん、一番その作品とこう向き合ってる時間が長いというか、うんうん、っていうはずなのに、稽古場で誰よりも笑ってるのすごい素敵だなと思って。ね、何回、そのシーンをやっても何回も笑ってくれるの。好きなんですよ、ね。記録映像に上田さんの笑い声入ってるとすごい。わかる、嬉しくなるんだよね。すごいね、優しい方なんですけど、うんうん、そんな上田さんの伏線回収、注目していただきたいところです。はい、さあ続いて田村真由ちゃんの考えるヨーロッパ企画さんの魅力をお願いします。自由なキャスト陣。はい、これはこれは、うん、まあ私の舞台の時とかは特にそうなんですけど、うん、なんかすごいちゃんとその本番までに、うん、その舞台 その物語をちゃんと作っていくんですけど、うんうんうん、いざ本番始まるとまあアドリブが多い。あ、そう。アドリブ満載でしたし、うん、私が個人的にすごく楽しかった点が、うん、オフの芝居、うんうんうん、こう、まあ、メインで喋ってる子がいて、うんうん、まあ、その子だけにスポットライトが当たってるんだけど、うん、その他の、こう、暗くなってるところで演技してる人たちが、みんな面白い。うんうん、もう自由にやってるっていうか。自由に、それを、まあ、ステージか、うん、で同じこうとこで見てるから見えるんだけど、うん、客席からぜひそこも見てほしいっていうのはすごくあって、なんか結構みんな表情だとか、うん、なんか変なことしてるんですよ。なんか私銀鉄の時は、うん、なんか砂をこう掘るみたいな、こう、うんうんうん、化石をこう掘るみたいなやつあったんだけど、うんうん、その時になんかお互いに砂をかけ合ったりだとか、なんかそういうのもなんかチラッと見ると面白かったりとか、うん、確かにすごいなんか死にかけてる人がいるとか、なんか本当になんかいろんな芝居をしてて、それが毎回結構コロコロ変わったりとかしてたから、なんかそういうところが自由ですごい面白いなって思いますね。仕掛けてくるよね。初日に来て、じゃあ千秋楽来てってなるとまた全然違う。あれ、ここなんかそうそうそうなんかやってるなと思ったり、私がやってた時、夜は短し歩けよ乙女が主語の役だったんですよ、うんうんうん、で李白さんって飲み比べをするっていうシーンで、うん、じゃあ乙女が私が行きますって言った時に、最初の頃は頑張れよ頑張れよだったのに、うん、途中からそれこそ劇団員の石田さん、うんうん、皆さんよくご存知の石田さん、水飲めよ水飲めよ。いっぱい飲むからね。水飲石田さん、もう笑いこらえの必死だったのもありますけど、水飲めよいっぱい水飲めよよ。そういうのもね、もしかしたら客席の皆さんにも届いてるかもしれない、うん、そんな自由なシーンもあったりしますね。楽しい舞台ですね。そうね、うんうん、さあ、そして私久保の考えるヨーロッパ企画の魅力をお伝えします。うん、劇中の歌にも注目。うん、これは私が真由のね、うん、舞台もそうだったけど音楽劇というか、そうだね、ちょっと歌も織り交ぜてっていう感じだったんですけど、うん、私の時結構劇中歌が多かったんですね、うん、でその作詞作曲を上田さんが主にやられてて、初めて私が歌を練習する時って、その上田さんのギターと上田さんの声の音源をいただけるんですよ。はぁ、あ、そう、それがすごい、私は今も宝物で時々聞き返したりするんだけど、すごいね、やっぱ。あ、これラタタタムっていう曲なんですけど、嬉しい、流れてる。この曲もすっごい難しくて、これ、うん、三拍子なのね。だから三拍子で間でセリフも入れて、で歌も途中で乗せてっていう、すごい
お芝居して途中でやってて、すごい難しい曲だったりしたんだけど、本当ワンパターンの曲じゃなくていろんなパターンの歌を、うん、まあ、ポエトリーラップだったりだとか、そういうの上田さんがどん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 アイディアが出てくるというか、うん、とにかく、まあ、その舞台を演出される脚本されるっていう面でも本当素敵な方なのに、うん、作詞作曲の才能もあると。分かる、すごいよね。何っていう、歌うまいですよね。歌うまいんですよ。ギターも弾ける。ギターも弾けちゃう。何なんだ。すごいよね、才能、うん、だからこれ聞いていいのか分かんないんだけどさ、うんうん、鴨川フルモワンスモアはさ、はい、歌っていうの、ちょっとびっくり。スペシャルゲスト、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんでですか、上田さん来てくれました。やだ、ちょっと上田さん、びっくり。やらかった、なんで言ってくれないんですか。言ってくださいよ。だってさっき稽古でお会いしたばかり。そうだよね。お疲れ様です。ありがとうございます。お邪魔します、上田です。お疲れ様です。いやいやいや、上田さん、やだ、ちょっといっぱい褒めちゃった。ご本人が聞いてました。前世でそんないいことしたかなっていうぐらいないですよ、乃木坂にこんなに褒めてもらって、はい、ニヤニヤしながら、はい、でずっと聞かれてたんですか。聞いておりました。いはい、もういやいや、ありがとうございますよ。もういや、成功したオタクです、はい、ありがとうございます。褒めてください。ブースに入ってこれちゃうことなかなかないですこれはすごいですね、こちら、ちょっとね、ホワイトデー過ぎましたけれども、ホワイトデー、わざわざありがとうございます、はい、どうぞ、お菓子でございます。いや、嬉しい、ありがとうございます。いただきます、はい、本当に成功したオタクみたいな嬉しい。 いやもうそうなんですよ。いや、ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。さっきぶりですよね。はい、ありがとうございます。どうですか、今稽古の方は。稽古ね、今日早々通し稽古やりまして、うん、いや、よかったんですよ、うんうん、もう清美さん頑張ってますよ。あ、嬉しい。そう、よかった、ね、昨日ね、ちょっとこうだいぶこう打ち合わせしたところが今日とてもうまくいきました。うん、そうなんですよ。安心して、もう素晴らしいですね。嬉しいね、よかったね。そう、うん、本当にね、一点ちょっと T シャツが、うん、大人計画の T シャツ着てこられてた。それよくないよ。そうそう、違うんです。一日だけ、うん、鬼ごとくの日にどうしても半袖で行かなきゃなと思って、うんうん、半袖探したんですよ。あるでしょ、乃木坂のツアー T シャツとかいっぱいあるよ、半袖。全然あるよ。二択でした、だから大人計画か、うん、乃木坂か。乃木坂でしょ、乃木坂でしょ、乃木坂でしょ。バレてましたか。もちろんもちろんバレてましたよ。ですね、先輩やっぱすごいなと思いました。頑張らないとと。さすがですよ、そうでした。なんかちょっとさっき今歌の話しててちょっとチラッと聞いちゃったんですけど、はい、今回鴨川ホルモンワンスモア、お歌っていうのは。お歌はね、はい、少しお少し要素はあると。要素はあります。お、はい、楽しみ。うん、まあ、そうなんですよ。音楽劇がね、ここ続いて、ここは。そうなんですよ。音楽僕すごいやりたくて。おっしゃってましたよ。そう。けど、うちの劇団の人はあんまり音楽やらないんで。だからそう、ずっと封印してたんですけど。そう、だからもう皆さんとはそういうことやれて、嬉しいので。本当に作詞作曲っていうのは、ね。いえいえいえ、うん。どうやって降ってくるんですか、作詞作曲。あ、いや、でもね、はい、そう、もともとギター僕やってたんで、うんうんうん、そう、それで、まあ、ギターをこう、構えながら、だから割と小説をこうね、原作にすることが多いんで、はいはい、小説のこう、文章を抜き出して、うん、それでこう、歌詞にするというような感じですけれども。そうそう。田村さんの時はもう宮沢賢治さんのね。あ、そうです。もう、そのまま言葉もそのままで、文化鉄道やらせていただいて。やりました。そうでした。当時の田村の印象とか。やだ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 。本当に舞台にね、はい、ほぼ出たことないって言って、すごい緊張してる、ね。そう、田村さんはね、もうね、お調子者です。バレました？やだ、乃木坂一のお調子者なんですけど。お調子者。だったな。バレました。上田さんの前、そのお調子者でしたか？いや、なんかね、こう結構、レナっていう、銀河鉄道に乗って、割とこう、まあ、切ない最後を遂げる役なんですけど、その、まあ、劇、まあ、舞台立つ前に、こう、例えば、SNS とかで、今日も銀鉄乗ってきます、みたいな、割と軽いタッチで。そんなタッチじゃないそうそうそう。割と重たい話なんですけど。そうなんですよね。はい、いつもトークとかで、うん、銀鉄乗ってきます送ってたかも。死にに行くんだから。最後ね、そうなんですよね。死んじゃうのに。すごい。はい、いや、でももう本当皆さんも、すごいですよ、もう、学習が。いや、本当にもう、吸収力が皆さん素晴らしいですから。はい、そうなんです。で、今日そう、実はね、はい、お三人にお願いがあって。何です？来ました。何も知らない。そうなんです。ですこのお三人ね、まあ、ヨーロッパ企画の僕が演出する舞台の出演者なので、はい、鴨川ホルモンワンスモアのラジオ CM を生放送で収録させてほしいんです。今ですか？はい。
なんと。そうなんです。鬼子じゃないですよね。鬼子ではないです。鬼子も含まれてますよ。でも鬼子含まれてるんだ。3人それぞれが出演した作品の役で書いてきました。おお、はい、いいですか、その豪華な。なのでちょっと作品の枠を超えたキャラクターが登場しますので。久しぶりだ、はい、ちょっとじゃあいいですか、あの、はい、お読みいただいてね。お、ありがとうございます。久保さんは夜は短し歩け乙女の黒髪の乙女役です。乙女で、はい、ちゃんと名前 も、はい、もうしっかりやろ う、わ、本当に台本じゃないですか、うん、これドギマ 初読みですよね。初読みです、田村さんは多分これ銀河鉄道のレナ、はいはい、そして清宮さんが今回の鴨川ホルモンワンスモアの楠木文さん役ですごい、はい、まさかの3人が集うっていう。これちょっとねすごいんですよ。ないですね、はい、3人がこう、乙女とレナが鴨川ホルモンの噂を聞きつけて、はい、楽しげにあの楠木さんに尋ねているという感じです、ね、なるほど、うん、はい、ちょっと急にモードが変わりましたね。いやいや、気楽に、はい、感じで当時のキャラクターのおろしいただいて、おろして、はい、お願いしますかね。はい、すごい、ネタさん書いてくる。ちょっと一回ちょっとさらって読んでみますか。はい、一旦ちょっとさら、本読みじゃないですか。確かに緊張する。いやいやいや、ちょっともう皆さんこの際で役ですから。じゃあいいですか。じゃあ軽くいきますね。はい、どうぞ。ホルモン、なんてまか不思議な響きでしょう。一体それは何なのですか。一言では説明できない。鴨川って行ったことないな。銀河の騎士なら行ったことあるけど、どんなとこ？等間隔カップルがいたりするところ。そこでホルモンの試合が行われる。ホルモンって競技なのですか？デスゲームなら私負けないよ。私も飲み比べなら得意です。うちらもホルモン入っちゃおうよ。全力は！はい。鬼子を覚えないとホルモンは戦えない。今のは落ち着けという意味。今回は見ててください。あ、はい。という台本でございます。ちょっと今軽くやりましたけれども、うん、はいはい、これを今本番中に収録すると、そうですね、本当に流れたりもするんですか。本当に流れたりもするようですよ。まずこれはうなずいている偉い人が偉い人たちが首がものすごい縦に、はい、やばいですね、これやばい、うん、一発本番ってことですよね。一発本番ですね。うわ、うん、緊張しちゃう。まあやってみましょうよ。はい、大丈夫ですか。ちょっと緊張症、今渡されたばっかりでね。そうですよね。緊張症が止まらない。俺らの気持ちなかったでしょうから。はい、だけどもう、ドキドキ。レナ久々に会いましたよ。なんかでもレナって割となんかもう自分でやってたから。もう私なんですよね。そうですね。楽しい。血を入れて。はい。では、はい、やってみましょうか。お願いいたします。お願いします。行きます。用意。はい。ホルモン、なんてまか不思議な響きでしょう。一体それは何なのですか。一言では説明できない。鴨川って行ったことないな。銀河の騎士なら行ったことあるけど、どんなとこ？等間隔カップルがいたりするところ。そこでホルモンの試合が行われる。ホルモンって競技なのですか？デスゲームなら私負けないよ。私も飲み比べなら得意です。うちらもホルモン入っちゃおうよ。ドゥンドゥクは？鬼子覚えないとホルモンは戦えない。今のは落ち着けという意味。今回は見ててください。はい。はい。はい、OK です。どうですか、上田さん的には。どうだ。いやいや、もう本当に胸の奥からジュワーっていう炭酸の音が聞こえたんで、はい、また素敵な表現が出したから、嬉しい。緊張した。素晴らしいです、ね、まさかの共演というか、はい、いや、これはね、この3人なかなか共演しないですから、世界観別々ですから。もうすごいこと起きましたよ、はい、これが実際に流れるかもしれないということで。いやいや、もうありがたいですよ。もう本当に、はい、もうバトンもね渡していただいて、いや、もうぜひぜひセミアレイちゃんには頑張っていただいて、見に行きますので、私たちも、はい、見に行きます、見に行きます、楽しみにしております。ということで、4月からの舞台ね、鴨川ホルモンワンスモア、ぜひともよろしくお願いいたします。非常に仕上がっておりますので、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。ここまでですね。これだけのために来てくださったんですか。なんと、なんで、ありがとうございました。はい、ではさようなら。いやいや、もうこちらこそありがとうございました。ありがとうございました、はい、またお二人も元気出てくださいね。ぜひぜひ行ってください。ありがとうございます。行きますね、私たちも楽しみにしております。稽古も頑張ってください。ありがとうございました。びっくりした、まさかの上田さんが来てくださったっていうね。明日も稽古でしょうに、そんなお忙しい中、深夜にありがとうございます。嬉しい。今のがもしかしたらっていうか、流れるかもしれないということで、まさかの共演でしたね。時を超えて共演しちゃいました。嬉しいね。
もしかしたらさ、きっと見てくださってる方も聞いてくださってる方的には、うん、乙女とかね、銀河鉄道見てくださった方的には、ね、エモってやつだったのかも。エモ出ました、エモ。外で拍手出てます。エモだったんでしょう。あ、嬉しい。日恋も喜んでおります。ということで、セイミア・レイちゃんも出演します。ヨーロッパ企画の新しい舞台、鴨川ホルモンワンスモアは、東京公演は4月12日から池袋のサンシャイン劇場で行われます。また、大阪公演は5月3日、4日の2日間、サンケイホールブリーゼで行われます。チケットは売り切れてる日も出てきておりますので、お早めにどうぞ。詳しい情報は、鴨川ホルモンワンスモアで検索するか、日本放送のイベントホームページからチェックしてください。雨の日も風の日もどんな日も一歩一歩毎日歩んできました。1590年創業、ずっとやるんだ住友金属鉱山。仕事のことで相談って何？会社で成長できるか、安定した収入を考えたら将来性も不安、手に職もつけたいし、サポートが受けられる会社だといいんだけど。その会社あるんです。新しい成長環境をあなたに。詳しくは夢に誠で夢新成長で検索。ババババンズフリー、バババボンズフリー。それ何の歌？え、知らないの？ボンズフリー、完全無料でオンラインゲームが遊び放題。いつでもちょっと空いた時間に遊べるからめっちゃ便利。なんか歌も癖になるけどゲームも楽しそうね。ボボボボンズフリー、ボボボボンズフリー。ルマンドの味ってどんな味？実はよく聞かれるんです。優しいチョコ味みたいな、甘さを抑えたココアクリーム、それだけじゃない深みというか、クレープ生地の香ばしさ、それってルマンドはもうルマンド味ってことですね。唯一無二の味でこれからもブルボンルマンド。エイムル。日当たりも大事だし、このバルコニーの広さも捨てがたい。個性的なのも、あーいいな。あー罪な間取りたち。部屋エイブルで決めよう。池田エライザでした。お部屋探しはエイブル。あれ、その絆創膏どうしたの？ガチャガチャの森でゲットした。なわけないでしょ。本当です。ガチャガチャの森と日本放送コラボガチャに、オールナイトニッポンコラボ絆創膏が登場。番組ロゴとリスナーやパーソナリティのアイデアを採用しました。ガチャガチャの森。今週は私、久保しおりが乃木坂メンバーから4期生のこの2人と一緒に生放送。埼玉県出身の25歳田村真由です。同じく埼玉県出身の20歳セイミアレイです。乃木坂46のオールナイトニッポン。今週は乃木坂メンバーから4期生のセイミアレイちゃん、そして1月の配給王決定戦には体調不良で 無念の欠席となった田村真由ちゃんを迎えてお送りしておりますが、うん、配給の話をしようじゃないかと、できなかったのね。どうなの、まゆはさ、はい、配給の映画ゴミ捨て場の決戦見ましたか？見に行きました。早速。最高だったね。泣いた？泣きました。結構序盤で泣いた。結構序盤で泣いた。端的には序盤で泣けんだよね。感動したね。よかった。ちなみにレイちゃん配給知ってる？ひなたさん。あ、ひなた翔陽ね。カラスの高校。あ、それ単語で。単語は知ってる？ちょっとそうですね、うん。ハマろうかなーっていうところだよね。ちょっとね、そうですね。みんな見てるなー、ね、周りって。だってすごいですよね。みんな、うん、もう映画泣いた、何回も見たって言ってるから。ね、メンバーに多いよね。そうですね。メンバーに配給ファン多いかもね。そう。それで1月に配給を決定戦っていうのをやったんだけど、配給をね、見たことない人に向けて1分間プレゼン3本勝負っていうのをやったんですよ。うん、メンバーの伊藤リリアちゃんと2人でやったんだけど、テーマが配給の魅力。推しキャラの魅力、自分的名場面どれかなんだけど、まゆ、この機会にさ、リベンジでさ、一個どれかやってみない？でも1分間ってむずいね。結構むずい、短いよ。どれでいく？ここの中だったら名場面とかかな。自分的名場面。じゃあもう言っちゃっていいですか？マジで？ほら、何も考えてない。プレゼンしてくれるな。聞かせて、ほら、れいちゃんがね、そう、初心者に、そかそか、に向けて見たくなるように、プレゼンしてもらって。決めました。
本当に言う。本当に言う。あわあわしてちゃうよ。もうやんなきゃあれだもんね。うん、頼んだ、はい。それでは、自分的名場面、用意、スタート。私が思う、あの名場面はですね、伊達校 VS 烏野高校っていう回がありまして、その伊達校っていうのは、烏野高校にいるスパイカー、東根さんの、まあ、と、ちょっと因縁がある学校なんですけど、そこのスパイ、あそこのブロッカーにすごくスパイクを止められて、なかなかスパイクが打てなくなってしまうっていうんですけど、そのスパイクを打てるようになる瞬間があるんですね。それがボールが地面に落ちそうになった時、私の推しですね、西野谷優がそのボールを上げるんです。その上げ方が手ではなく足でそのボールを上げて、そのボールをつなげて、東根がそのボールを打ってスパイクが決まる、その瞬間がめちゃめちゃ熱くてですね、そのスパイクを打てた時の東根の表情だったり、その東根と西野優の友情、信頼関係、そういうものをすごく見てほしいなって思う場面でございます。おーすごい、すごい上手じゃん。でもなんかもう言わなきゃいけないことがありすぎてなんかごちゃごちゃになっちゃった。順番すごい順番ごちゃごちゃになっちゃった今。青根っていうね大きい身長のブロッカーがいて、なかなかね抜けれないの、みんなそこに引っかかっちゃうの。だけどそのね西野谷が拾うシーンも良くて、ボールが落ちそうになった瞬間にあ間に合わないっていうの、そう、返す、なんかその頭の中で自分でこう無理だっていうのがあるんだけど、無理だって言ってボールがゆっくり落ちる描写からダンって足が出るの。そのシーンが本当にかっこよかったよね。めちゃくちゃかっこいいよ。なんかこれでなんか西野谷優が烏野高校の守護神だって言われてるのが分かるって多分みんな思ったシーンかもしれないっていうシーンがあって、ね、いいシーンがあって、結構序盤にアニメでは出てくるからさ、私自身もそこで結構西野谷優ファンになったというか、そうだよね、西野谷ファンだもんね、好きになったシーンだったから、ここは私的にはすごい好きなシーンだけど、もっとね、むずいね。本当あるんだよね、いっぱいね。そう、言い方がむずいね。推しキャラの話もできるし、そうなんだよ、ね、配球の魅力についても喋れるし。大好き。すごい、やっぱり。それこそね、今回のゴミ捨て場の決戦とかはね、私の推ししか出てないっていう。ケンマ？ケンマ好き。ケンマとクローと、そのヤスさんが推しなんだけど、今回は本当に、もう画面にいっぱい推しが推し出てて、ちょっと今置いてかれちゃったごめん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 。りーちゃん好きなアニメとかないの？あんまりこう撮ってきてないんですよね。映画よく見る子だもんね。映画ドラマが好きですね。そっか、今度じゃありーちゃんの好きな作品とかも教えてね。ぜひぜひ、ありがとうございますそれではここからは3人で一緒にこのコーナーをお送りしていきましょう。久保しおりだけじゃなく、田村真由と清宮レイも青春を浴びたい。中学3年生から乃木坂46として活動を始め、学校生活への青春に飢えている私がリスナーの皆さんのいかにも青春っぽいエピソードを基本ニヤニヤしながら、時に興奮のあまり立ち上がりながら紹介、皆さんからもらった青春エキスを明日のお仕事の活力にしているコーナーです。2人が乃木坂に入ったのはいくつの時だ？同じです、私久保さんと15歳13、はい、一緒だ。うまいわ。私19で一応入ってる。19だ。19で加入してる。同期、ここ同期の一番上と下から2番目くらい、うん、そっか、じゃあ離れてる、ね、そうね、そうなの。それまでは学生時代、前は割とじゃあ学生部活とか学校行事とかはできたの、うん、そうだね、普通に本当に学生時代過ごしてからここに加入してるのかな、うん、あ、だかられいちゃんは私と同じ感じだ、青春っぽいのに飢えてる、飢えてる、めっちゃ飢えてる、やりたかったなとかある、まあ、言うてさ、そんな学校にいたからって、うん、青春してるって言うじゃん、言うじゃんでもよね、でもよ、文化祭とかやってみたかった、やってみたかった、ね、やったことある？あります、あります。わー、いいな。何やってたの？私は、タコセン、タコセン屋さん、うわー、いいな。作ってたの？やってんじゃん、作って売ったりとか、あとステージとか。いりませんか？バカにしてるわ私今待って、もしかして、もしかしなくても私の真似だったりするタコセン食べませんか？え、そんな私鼻声かなタコセンありませんか？そう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 、それそれそれ、やった、うん、やった、あー、そこまでは言ってないけど、でもなんか渡してた、へー、だーだーって、だー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 って出してましたよ。この持っちゃうよ、こんな感じ。持っちゃうよね。5点もらったら好きになっちゃうよ。驚愕でしょ。驚愕だったね。好きになっちゃうよね。なんないなっちゃうよ。まず可愛い。そんな世の中チュロい。タコ船買いたい。まあ言うから。そんな人生が良かった。
っちゃうけど、いいね、そんな文化祭なんかも経験して、うん、私たちはね割と経験してない側の人間。そっかそっか。レイちゃん部活とかもやってない？やってましたよ。中学は器械体操部に入って、3年間バリバリ器械体操を。器械体操って何するの？跳び箱とか、そうですね、跳馬っていうんですけど、あ、はいはいはい、とあとは平均台と床で、ちょっと跳ねる床で、すごいね、その上で点数を競技するっていう。じゃあバリバリ動いてたんだ。めっちゃ県大会とか行ってました。すごいじゃん。そうなんですよ。めちゃくちゃすごい経歴の持ち主じゃん。まゆはソフトボール部。私はソフトボール部、まあ中学3年間ソフトボール部でしたね。高校なんだ。高校は帰宅部。ごめんなさい。といえど文化祭はやってたんでしょ。文化祭はやってました。青春。いや、そういうのに憧れてた私たちなので。あらら、そっか。はい、そんな2人と一緒に今週も激エモなエピソードの方をご紹介していこうと思います。うん、まずは、ラジオネームタクさんからです、はい、高校を卒業する18歳の冬、私は学校に黙って車の免許を取るために、うん、少し離れたところにある自動車学校に入校しバイクで通ってました、うん、周りに知り合いもいないし早く免許が欲しいのもあり、私はひたすら教習を受け、教習の待ち時間は一人でぼーっとしてたんですが、ある時一人の女の子がかっこいいバイクですねと声をかけてくれました。嬉しくなった私は後ろに乗ってみる、次の日2人乗りで少し離れた大きい神社まで行き、神社でその子に缶コーヒーを渡しました。その一件があってからその子とよく話すようになり、お腹空いてないってお弁当をくれたりしました。しかし私はとにかく早く免許が欲しかったので、あっという間に免許が取れてしまい自動車学校を卒業してしまいました。誰よ。実はこれは37年前のお話です。当時は携帯電話もなく就職などのバタバタもあり、その子のことは気にはなってましたが、それっきりになってしまいました。しかし就職してから半年ほどして、たまたま仕事で行ったホテルのロビーに制服姿の彼女がいました。お互いにあっって声が出てしまいました。今55歳になった彼女と私には3人の子供と2人の孫がいます。37年前に買ってあげた缶コーヒーは妻の宝物入れに入れてあります。55歳のおじいちゃんですが、毎週この番組を仕事しながら楽しく聞いてます。何それ来た来た、やばくない？孫いんだって2人の。ちょっとできすぎだぐらいな話です ね、 ね、子供もいて孫もいて、うん、当時携帯なかったんだよ。そうです、運命の再会で半年後、あっ、ホテルのロビーの制服姿の彼女がいたの。あって、そっからいろいろあって、いろいろ知らない声が聞こえてきた今。そっからいろいろあって今孫もいます。やばい、待って、このテンションの久保さん初めて。あ、ごめんごめん、あの有楽町に時々出没する妖怪なんだけど、そう、気をつけて、本当に危ない、気をつけよ。そう、毎週水曜深夜この時間帯になると、うん、あの有楽町あんま歩かない方がいい。つけてきました、ね、たまにいるんだ、たまに妖怪出てくるから危ない危ない、気をつけよ、気をつけて、うん、あ、でもすごいね、なんか本当になんか映画とかドラマみたいな。本当にそうね、だって缶コーヒーバイクの後ろ乗らない、ね、取っといてんだよ缶コーヒー、ね、奥さん、え、だって、あ、そっか、開けてないよ、え、だってさ、だってあ、開けてはいるでしょ、開けてはいる、飲んだ飲んだ洗った洗った、そういうことね、びっくりしちゃった今。そうね、そんなさ、会ってさ、うん、ちょっとの人にさ、うん、後ろ乗るって言えない、言えない、言えないよね。でもこれ女の子から始まってるからね、かっこいいバイクですね。そうだよね、そうだよ。すごい今でかかった、いいね、セミやレイちゃんいいね、妖怪の素質ある。スカウトしちゃおうかな。ちょっとやだな、妖怪にはなりたくないな。どうよこれ、 そうなのよ、言える、すっごいかっこいい人がいてさ、うん、この人に向かってさ、え、言えないよ、かっこいいバイクですね、言えないよ、若い、うん、妖怪だよ、あなた妖怪の片鱗見せてくれてるよ。いや、青春を食らう妖怪だよ、絶対。でもあの、うん、男の片側も、うん、いや、ちょっとだから、うん、いい気は持ってくれてるんだなっていうの分かった上での、うん、バイク乗らないですよね。確かに、うん、缶コーヒーね、かっこいい、かっこいいね、分かんない、かっこいい点バイクですね、だから、うん、もしかしたらかっこいいバイクですね。あー、そっちそっちか、可能性あるよ、かっこいい、声が出ちゃって、バイクのことですよ、バイクですよっていう可能性あるからね、あるな、そしたら乗らないか、そうそうそう、うわ、できた話だよ、こっから始まってすごいな、おじいちゃんになりましたっつって、ね、55歳おじいちゃんじゃないし、それはあ、でもそっか、おじいちゃんなのか、そうそうそう、孫いるから祖父になるのか、すごいね、話でしょ、
あんのよ、こういうのが、実際に。自分の身の回りで起こらないことすぎて、うん。そうなんだよ。18歳だからうちらより年下の時にこの会話したんで。え、そうじゃん当時。25歳だ、私。でしょ？うわ、まだ出会ってない？出会ってないよ。だからやばいだろ。7年前にこんな会話してんだよ、うちらの年齢。今日以上ですって。あ、以上？もっと浴びたいでしょ？浴びたい。有楽町来な、この時間帯に。確かに。青春を食べれるよ。青春食べるもんな。そうそう、青春食べて我が物にするっていうコーナーだから。そうなんだ、そうそう、ぜひぜひね。このコーナーでは学校行事や部活、恋愛、友情などなど、今思い返してもエモい、甘酸っぱい、あなたが今青春してるな、あの頃青春してたなと思った、いかにも青春っぽいエピソードや思い出をお待ちしてます。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム。メールは懸命に青春と書いて送ってください。待ってます。それではここで今年のバースデーライブで披露した123曲プラス1から私のセレクトで1曲、林瑠奈ちゃんと中西アルノちゃんと3人で歌わせてもらったんですけど、ボイトレの先生に3人なのに1人みたいって言われたぐらい、すごい歌声がね重なり合ったのがすごい嬉しかったなっていう印象の、私にとってすごい思い出のある曲です。乃木坂46で失いたくないから。味方だった。
劇団員の構成です。弟の亜生です。二人合わせて構成亜生、亜生構成言うてやっております。やってます。さあお聞きのオールナイトニッポンでは平日の毎日この時間にコラボレートニッポンを放送中、はい、コラボレートニッポンが企業からの依頼を受け月替わりのコラボ企画を実施しております、はい、今月のコラボパートナーは、はい、トーレ株式会社。繊維や樹脂などの素材メーカーとして私たちの生活に欠かせない製品サービスの縁の下の力持ち、さらに水資源の再生や宇宙開発に貢献する先端素材の研究と技術開発などでサステナブルな社会を作り出しているトーレ株式会社。はい、そんなトーレから仕事内容が他の業界に劣らず魅力的な企業だと伝えたいという依頼を受けまして、こちらの企画をお送りしております。なんだ、特技からくだらないことまで自己 PR 大賞。繊維や樹脂のような素材だけでなく、はい、水資源の再生や宇宙開発に貢献する先端素材の研究と技術開発なども行っているトーレ、はい、今回は特技からくだらないことまでリスナーのあなたの自己 PR を募集しております。その自己 PR の内容がトーレではどのように役立つのか関係者の方にコメントもいただきます。はい、ラジオネーム早起きパン屋さん。ウォーキングが趣味の私、今では信号から次の信号までの歩数を当てられます。ああだいたい250歩だなという感じで、ただし予想した歩数で歩けなさそうな時は早歩きや遅歩きで調整してしまうこともちなみに昴生さんと亜生さんの間は一歩で行けますそうですか、はい、間っていうのがよくわからない、漫才中の、漫才中間は一歩いらんやろ、いや結構近い、だいぶ近い時あるなお兄ちゃんの僕も正直ウォーキング最近趣味でやってますから。でもなんかこの前実家帰った時も、実家から祇園ヶ月まで歩いて帰りました。はい、しかも結構迂回して1時間ぐらいかけて。ああそう、はい、逆におかんが心配してた、なんであの子歩くんやろ歩くんやろって。いやそれさ、おかんも買ってやで、ほんま食べてたら食べてたで、あんたもうちょっと痩せや運動しやとか言ったら、歩いて歩いてなんで痩せてんのって、ね、そう買ってやで、なんだあの子は何俺だから歩いてたら時間の感覚分かるようになって、ああ嘘、あこれ大体もう30分ぐらい経過してるかなとか見て時計見たら、あほんま30分、ネタ尺全然分からへんの怒られるからね、怒られるよ。さあこのウォーキング、これはなんてコメントしてくれてあるんでしょう、はい、トーレさんは、目標物を見て、うん、そこまでの歩数が分かる見通し力があればプロジェクトでも着実に成功に導くリーダーシップを発揮できそうです。トーレの現場でも発揮してほしい特技です。これは素晴らしい、体を動かすとかそこじゃなくて見通し 力、だいたいここまでで目標がいけるなといちいち歩かなあかん、でもこの人な、そのでもそれで見つかるわけやから、見つかるわけやから、うん、見通し力ありがとうございます、ありがとうございます。トーレについて詳しくは東西南北の東にカタカナの例でトーレと検索してみてください、はい、それではまた明日、ミキの構成と亜生でした。乃木坂46のオールナイトニッポン。それではここでちょっぴり私たち乃木坂46からのお知らせをさせてください。先日行われた乃木坂46の今年のバースデーライブの4日間のライブを1日で一挙に配信で楽しめるお祭り、乃木坂46 12th year birthday live 123曲10時間ワンデイライブが開催されます。配信は3月31日日曜日の朝10時から本編がスタートして23時10分に配信終了予定です。視聴チケットは今度の土曜日3月23日から販売がスタートします。詳しい情報は乃木坂46の公式ホームページから特設サイトをチェックしてください。そしてこのモノポリーに続く乃木坂46の35枚目のシングル「チャンスは平等」が4月10日にリリースされます。それに先駆けて各音楽配信サイトで先行配信がスタートしているほか、乃木坂46オフィシャル YouTube チャンネルでミュージックビデオも公開されています。さらにすでに卒業を発表されている山下美月さんの卒業コンサートが5月11日土曜日と12日日曜日の2日間にわたって東京ドームで行われます。2人にとって山はどんな存在でした？水木さんは入った時からスターな、ね、スターだよね、スターだ、見てた人だって感じ。うそうなんですね。そんな山下美月ちゃんの卒業コンサートはただいまチケット先行受付を実施中です。詳しい情報は乃木坂46の公式サイトからチェックしてください。そしてこのオールナイトニッポンと久保個人と九人からはこの番組のコーナー野球少女和潮が漫画化されています。タイトルは野球少女和潮アットコミック和潮さんは楽天的でいたいで、スクエアエニックスさんから月に2回発行されているヤングガンガンで連載中なんですが、4月3日からですね
名作新作300タイトル以上基本無料で読める最強漫画アプリ漫画アップでも読めるようになります。また漫画版和潮の第3話は4月5日発売のヤングガンガンに掲載されるのでぜひお楽しみに。そして去年私も出演させていただいた劇団新幹線43周年興行秋公演井上歌舞伎天号星が4月5日から全国の映画館で上映されます。上映スケジュールやチケットなどの情報は劇シネのサイトからチェックしてください。そして田村真由ちゃんからは、はい、3月23日にアニメジャパン2024に3期生さんの伊藤リリアさん、岩本蓮香さん、そして4期生の柿遥、私が出演いたします。ぜひ見に来てください。そして3月30日に風と6に乃木坂46が出演いたします。そちらもチェックお願いします。そしてセミアレイちゃんからは、はい、日本放送とヨーロッパ企画上田誠さんのタッグでお送りするエンタメ舞台シリーズ第4弾鴨川ホルモンワンスモアが来月4月から東京サンシャイン劇場、5月には大阪サンキーホールプリゼにて上演されます。この舞台では開幕初日を除く平日夜と日曜の終演後にキャストが舞台上にゲストを招いてアフタートークをお届けするおまけトークショーも行われるんですが、なんと4月18日木曜日のゲストが田村真由ちゃん、はい、来てもらいます。行っちゃいます。さらにカモメンタルのお二人とヨーロッパ企画の中川春樹さん、土佐さんとトークショーを行います。詳しい情報は鴨川ホルモンワンスモアのホームページからチェックしてください。はい、それでは今週は最後にこの曲を、山下美月ちゃんの卒業コンサートが5月に東京ドームで行われます。乃木坂46で好きになってみた。
みんなベストとベターどっちがいいかな。先生ベストです。私もベスト。ベストっててっぺんですから。でもてっぺんってもう成長しないよね。いえ、また次のベスト目指しますから。それって言ってみればベターじゃないかな。あ、おー、わ、論破されてる。今日のベストは明日のベストとは限らない。だから私たち三菱電機は常にベターを目指し、変わり続けることができる仲間を求めています。コツコツワクワク、共に世界を良くしよう。採用エントリー受付中。 Changes for the better. 三菱電機。高島彩のナスバのお話。車に注意。でも、もしも事故にあったら、1,2 病院2,2ナスバ。ナスバは事故の後も被害者を支えるのよ。事故にあったら、1,2 病院2,2ナスバ。助けやがね。国土交通省ナスバ。ある日、大学生の村上はドラゴンのイルセラと出会う。異世界からやってきたイルセラは人間界で修行をする間、自分を養ってほしいらしいが、ドラゴンと食う、寝る、遊ぶ、六畳一間のゆるファンタジー。ドラゴン養ってください。第一巻発売中。小学館。フランスベッドのホームケア。使わなくなった介護ベッドを下取りしてほしい、そんなたった一人の声が始まりでした。フランスベッドは日本で初めて介護ベッドのレンタルを行い、今日に至ります。今までなかった毎日を作るフランスベッド。乃木坂46のオールナイトニッポン。乃木坂46のオールナイトニッポン。この番組は定人ファーマ、ボートレース振興会、住友金属鉱山、夢心、ボンズフリー、ライオンケミカル、日清気候、種の滝、ブルボン、エイブル、ガチャガチャの森、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。今週も深夜1時から生放送でお送りしてきた乃木坂46のオールナイトニッポン。もうエンディングですが、どうでした？あら、もう早い、あっという間、ね、あっという間。レイちゃんのこの時間帯生放送ね、そう、初めて、初めてだったんだよね。そっかそっか、ね、どうでした？なんかちょっと不安ってしちゃいますね。やっぱ何かのこうロックが外れちゃう感じがあってよかったよ、楽屋の感じでね。そうですね、楽しく話せました。ありがとうございます。ではでは、今週もたくさんメールをいただいているので、時間まで、あ、全日本勝手にご当地キャラグランプリ途中だったんでね、ちょっとやっていきますか、ギリギリまで。大阪府堺市北区直戸芋けんぴらゆみさんからです。自分のご当地推し、ご当地キャラは北海道北斗市のズーシーホッキーです。ズーシーホッキー、初めて見た時のインパクトがあまりにも大きく、一度見た時から一途に推し続けてます。北海道とは全く縁もゆかりもないんですが、一目惚れした彼のことはずっと応援してます。ズーシーホッキー。ズーシーが寿司、ホッキーがホッキ貝。あー、あー、なるほどね。わー、うわー、そっちか。なんかシュールとかいうレベルじゃないの。怖いね、怖いね、ちょっとね。目がなんか、んすごいよ、あっちゃこっちゃいってるね。あっちゃこっちゃいってるね。ズーシーホッキー、なんか手の角度やだな、ちょっとね、ちょっとやだな。なんかこの、なんていうの、前習いみたいな角度がちょっとやだな。ウーパールーパー。あー、そう言われたら可愛く見えてくるかも。可愛く見えてくる、うん、じゃあ、オス。あー、あー、ってなるとね、また話が変わってくる、また話が変わってくるね。続きまして、茨城県ひたちなか市直樹です。地元の茨城で自分が一押しのご当地キャラ、大洗町のあらいっぺです。あらいっぺ、大洗町の特産のしらすが体全体を覆っているというインパクトのあるキャラです。こちら、あ、可愛いかも。本当、ちょっと好きです。え、でも見て、よく見て、よく見て、あ、ちょっとしらすの目がついてる。しらすの目がついてるよ。なんかメデューサっぽい感じ。あ、そうだね、ちょっとモケモケ。口、これ口なの？口が貝になってる。口が貝になってるんだ。しらすの目がちょっとな、あらいっぺ、なんか鳥っぽい感じの柄、なんか足がね、黄色でね。オス、オス、オス、オス。あ、やばい、圧がすごい。眼圧が顔も圧で、眼圧逆にスターがいるからね、我々もね。そうだね。大阪府堺市北区、ノーマルノーマルさん。僕が住む堺市のおすすめのキャラ、埴輪部長です。年齢はおよそ1600歳。見た目は頭は埴輪、そして首から下はただの人間です。こちら、
うわいきなりなんかリアル、これはすごいぞ。さっきまで可愛らしい絵だったのに、ハニワをかぶっただけだよ。実写になった、ね、実写だ。すごいねこれ。なんか中の人が普通のなんか人っていう感じがする。ハニワ部長ですって。ハニワ部長か、結構いいかもね。あ、結構いいかも。これ見れたら上がりますよ本物。確かにね、うん、ちょっと見てみたい。ハニワ部長じゃん。グランプリ誰ですか。グランプリ、グランプリ、あ、今日のどこですか。うん、私三世、三世、ああ、なんだっけ、ごめん名前は覚えてないんだけど、シュワルツブラウンみたいな。そうシュワルツネッカーソンみたいな。あの馬です。馬、おめでとうございます。おめでとうございます。それでは今週はこの辺で。日本放送などでお聞きのあなたは、この後も福島出身の東北仲間、テレビプロデューサー佐久間さんのオールナイトニッポンゼロでお楽しみください。オールナイトニッポン水曜日のお相手は乃木坂46久保しおりと田村真由と清宮玲でした。私久保とはまた来週、バイバーイ。I'm out of my place, I'm playing with fire. Yeah, nothing but the truth is on my mind. Cause when you're not there, can make it, I swear I'll never let you go, my only chance. Is anyone there? Does anyone care? Yeah, nothing but the truth is on my mind. Cause when you're not there, can make it, I swear I'll never let you go, my only chance.またねThank you.